はい、どうも、ヨネスケと申します。さあ、本日はね、瀬戸内海に浮かぶ小さな離島、小豆島でのね、コブダイチャレンジ3日目ということで、今日がラストですね。はい。で、いろいろね、半日かけてポイントをね、リサーチした結果、この場所を見つけたんですよね。まあ、割と水深も深くて、コブダイのね、餌場となりそうな磯も結構すぐ近くにあったりして、まあ、釣れる可能性はかなり高いんじゃないかなというふうに、個人的には思ってます。はい。で、今日の仕掛けは、まあ、いつものね、説明不要ですけども、タンコブゲームというジグヘッドに、冷凍エビ、バナメエビをつけて落とすだけという釣りでございます。さあ、それではやっていきましょう。さあ、足元の水深は6メーターぐらいで、昨日夕方に確認したところでは、そこが見えないぐらい、まあ、ちょっと暗くなってたんでね、まあ、日中だったらギリ見えるか見えないかぐらいかな。でね、今日はちょっとした秘策がありまして、今まだまだね、水温が低い、魚がすごく渋いと。なんで、アミエビとか、ね、オキアミとかを使って、マケイをすることが非常に重要だと。これらのね、マケイはね、比重が軽いんで、目の前に落としても、潮の流れで乗っちゃって、どっか流れちゃうんですよ。マケイの意味があんまないっていうことがよくあったんですよね。なんで、ちょっと今回は、じゃじゃん。前日ね、亀の手をね、たくさん取っておきました。これを使えば、まあ、これを砕いて巻いていくんですけど、これは結構比重が重いんで、結構適当に巻いてもポイントのね真下とかに押してくれるんで、割とね巻き絵として優秀なんですよ。てか巻いてちょっと経った後に、すぐ釣れたっていう事例もね過去にあったんで、今回はこれをね巻き絵として使って、巻いていこうかなと思います。まあ、最初から紙の手を巻き絵に使う予定なら、まあトンカチとかね、あとマイナスドライバーとかそういったものを持った方が、よほどいいと思います。これを、まあ、適当に巻いておくと。確実にコブダイの個体はいるはずなんだけどな。ここでいないはずは間違いなくないんだけど、これは断言できるんだけど、実際に釣れるかどうかっていうのはまた別問題だよね。いるから釣れるというわけでもないんだね。なんでもね、なんか当たり来てる。さっきからなんかコンコン、さっきからなんかコンコン当たりあると思ったら、食ってるけど、これはコブダイっぽくないな。すごい壊れ方してる。まあ相手がね、何であろうと今まで一切当たりがなかったのが、お昼になってから当たりがね出だしたんで、まあ悪いことではないと思うけど、
にちょっと今日は厳しすぎるな。いい反応あれば全然あるけど、さすがに何も釣れないところでね、やってもまあ仕方ないと仕方ない。しゃーない。よいしょ。これ最後投入してワンチャンないかな。来たとは。海藻に巻きついてるな、これ。マジか。そんなでかくないけど。今、ほんま今諦めても帰ろうかってした時に来たな、突然。いやーマジか。よいしょよいしょ。おー、まあ、でかくはないけどね。海藻が引っかかってすんごい引きに思えたけど、まあ可愛いサイズだよね。うわでもマジか、今日絶対もうやったやった。いやマジで今ね、今日坊主やなと。でさあ帰ろうかと思ってエビをね捨てたタイミングで来たね、突然。やったー、そんなことあるんですね。まあサイズはね53センチぐらいかな。なんでまあ普段釣ってるサイズからしたらまあ全然ちっちゃいけども。いやーマジか、ほんまに帰ろうとしてた今。そんなことあるんやね。よいしょ。いい、まだまだ可愛いコブちゃん、これからでかくなるんだね。まあもっと大きくなってね、80以上になったら来てほしいかな、また。はい、ということで今回はね80アップのコブダイを求めて、ストライカーにね小さな離島の小豆島で、遠征の様子をねお届けしました。で今回ね合計で一応5日間滞在してたんですけど、そのうちの2日はね雨で、実質釣りできたのは、まあ大体3日半ぐらいかな。はい、でそのうち3日ね、コブダイ釣りをして、で結果的になんとかね、1日1匹は最低釣ることができたと。いやー結構ね思ってるより渋かったですね。しかしですね、しかしとりあえず、瀬戸内海のコブダイチャレンジは当分は終了ということになるんですが、次回というか、4月からですねいよいよね日本一周が始まります。そう、日本一周をして、そう、1年間ね日本一周をして、それこそ北海道から沖縄までね、大体1年かけて全国回りながら釣りをするというね超特大企画を始めます。はい、今これ撮影してるのが3月22日なので、始めるのは大体予定では4月1日か2日ぐらいからかな、4月1日ぐらいから始めようと思ってます。なんでまあ1週間後ぐらいですかね。はい、まあ、動画上がるのはもうちょっと後になると思うんですけど、今の時期の瀬戸内海とかは全然釣れる魚がね全然限られてくるんですけど、それこそね、今の時期3月の後半とかでも、まあ、四国とか九州とかその辺に行けば青物ってのは釣れますし、個人的にも楽しみにしますし、面白い、ね、映像をお届けできると思ってるので、ぜひねそちらも、お時間になる時に見ていただければ幸いです。そう、これからね1年間その日本一周の動画をお届けしようと思ってます。まあ、最後にねこの小豆島の素晴らしいね景色を堪能しつつ、これからね、全国さまざまな、まあ、地域そして離島に行くと、そしてねそれらが一体どれだけね素晴らしい風景が待ってるのかっていうのを思いを馳せつつね、帰りたいと思います。はい、ということで今回は、小豆島コブダイ遠征の様子をお届けしました。引き続きというか、まあコブダイに限らず、もちろんコブダイもね引き続き80アップ90アップ狙っていきますけど、まあ、全国で釣りできるんで、はい、他の魚っていうのも狙っていこうと思います。
まあ、ということで今回のね小豆島遠征の様子をお届けしました。あとはね日本一周の準備をして約1週間後もうちょっとかなに出発するだけです。ぜひねそちらの動画を見ていただけると嬉しいです。それではバイバイ。